収まりました。スタートしました。バラついたスタート。12番ウエスタンダンテ後ろからです。まず2コーナーへ向かいます。先行争いは8番スプリングノバー、ダッシュ効かせて抜けてリードが1馬身半。2番手10番ドナミント、2番手に上がりました。谷線ラッキーが3番手。各馬2コーナーをカーブして向こう上面へ。さあ先頭は8番のスプリングノバー、リードが1馬身。10番のドナミント2番手、3番手固まって11番スリーロマンス、内は3番アースロスです。谷線ラッキーが間、そしてその後ろに5番のノッツェ道路がいます。中段の前です。半馬身差、内1番クリノモルガナイト、あとは3馬身下がって13番ベルフィーヌ。3コーナーへ向かいます。後方からは5番の4番のアレグリメが追走しまして、内は2番のエクセプション、3コーナーを迎えます。あとは後ろから3頭目12番ウエスタンダンテ、そして後方は6番の大勢ビクトリアが行って、最後方7番ネクタール、前は3、4コーナー中間です。逃げています8番スプリングノバー、リードが1馬身半。2番手10番のドナミントです。4コーナーへ向かいます。そして外からスーッと上がってきました5番のツェドーロ、3番手から2番手を伺います。第4コーナーをカーブ、内をついているのは3番アースロス、今直線コースに向かいました。さあ8番スプリングノバ逃げる、リードが3馬身ある、追い込んでくる内から3番アースロス2番手、3番手には5番のノッツェドーロの体勢、追い込んできた13番ベルフィーヌ、3番手まで上がれるか。先頭は8番のスプリングノバ、スプリングノバ逃げ切って今ゴールイン。2番手3番アスロス、3番手は接戦、内5番ノッツェドーロ、差を詰めた外13番ベルフィーヌ。